香川県立三木高等学校は、香川県喜田郡三木町にある県立高等学校。通称、三木高。1996年に創立した香川県で、最も新しい県立高等学校である。校舎は、三木町役場などがある町の中心地区に位置し、東に佐ぬきなら富士の一つの白山を望み、西側には新川が流れている。 全日制課程と定時制課程が設置されており、全日制は香川県の高等学校で初めて設置された総合学科と分離科の二学科、定時制には単位制の普通科一学科が設置されている。また、設立当初から単位制や二学期制を取り入れている。定時制では香川県の高等学校で初の周期募集が2010年から行われている。 2012年には卒業生が2000名を超した。校歌から作詞は溝、溝渕敏博作曲は、松重哲郎である。自主自立友愛から、投稿のイメージキャラクターは、幸君から名付けられた、朱君、立ちゃん、優君である。交渉は、三木長期であるメタセコイアが3本並び立つデザインとなっている。実際に、 東高の校舎正門付近にも3本のメタセコイアが植えられており、このうちの1本は東高開校以前に三木町にあった香川県立高松東高等学校白山文校から移植されたものである。メタセコイアなどからイメージされる緑色が東高のスクールカラーである。2014年現在以上の4つの行事は4月上旬に行われる。 全日制家庭の生徒全員により構成される。定時制には部活動はないが、毎年6月に開催される検定通総体に合わせて4月頃より、体育の授業等で総体練習を行っている。同総会は、第1回卒業式が行われた1999年3月に設立された。名称は、学校創立10周年時に決定した、杉緑会。命名理由は、 三木町の木のメタセコイアの和名が、あけぼの杉であること。漢字の杉を作りと辺に分けると、3と気になること。当校のスクールカラーが緑とであることなどによる。校歌学校ホームページにて、歌詞の閲覧、合唱の聴取をすることが可能。ありがとうございます。